いや、早くこれもしかしたら見つかるかもしれないですね。これか。これっぽい。横州っぽいぞ、これ。あ、横州やね。これか。多分。あ、これっぽいね。おお、すげえ。レーザーや。多分これのこと言ってたのかな。このユーザーの方。リンクスの横スクロールシューティングで面白いのがあるっていうのは、このゲームのことですかね。すごいな、レーザーが。目玉みたいな敵ばっかりや。確かにね、なかなか爽快感ありますよね。あ、リンクスのね、横スクロールシューティングのレーザーのゲームって言って書いてあったから、これですね、間違いなくね。全然知らないゲームですけど。何これ、ここに入るのか。あ、入るってことか。すごいな、なかなか爽快感ありますね。危ね。おお、怖。これでクリアか。これこの時ってこの下の下はないのよ、下のこれは。あ、いけないのか。これでクリアってことなのかな。なんか道を遮ってるんやね、これが。これ敵があんまりいないですね。なんていうのかな。なんか障害物を破壊してるような感じですよね。なんかね。敵が襲ってくるって感じではない感じですよ。これでクリア。なんか難易度的には割と低い感じがしますけどね。ミサイルみたいなのもなんかすごい。え、これで終わり？なんか面が短いですね、一個一つ一つの面が。
硬い。敵を倒すという感じで、なんか障害物を破壊して進んでいく感じのゲームって感じがしますね。これ多分ね、ひび割れてるやつの方が壊れやすいっていうかね、これの方がね。なるほど、この面は結構なんと、うお、二重になってる。二重になってる。これ。あー、ダメだ。初めてやられた。なるほど、やられた時は下から始まるんや。なるほど、この面ちょっと難しいかもしれないですね。うん。だんだんこう、破壊するのが難しくなってくるね、壁が。なんか前壊したら後ろも爆発するみたいな感じになってるね。前を壊せば一緒に後ろも壊して壊れるんですよね。そういう仕組みになってるのかな、これは。あ、この場合は後ろ潰れなかったね、今ね。あ、一番下行けばよかったのか、この二重になってるの。あ、三重か。三重になってる。これでクリアなのかな。あ、まだある。お。これが一番上か。出口を探すって感じやね。あ、これでクリアやね。これこっちに行けないよね。行けないよね。ここ入らないからね。これクリアか。クリアしますね。おお、なんやこれ。なんかようやく敵らしい敵が出てきたって感じがしますね。おお、おお、ようやく敵らしい敵が出てきたって感じやな。撃ってくるな。
中にいれば大丈夫やね、これ。とりあえず。クリアっぽい。そんな難しくないな、この面も。これな、ボスみたいなのはいないよね、このゲームね。ある程度進んだら、なんかテレビ画面みたいなんで入って終わりってことやね。もうなんかこれもう最初から最強装備って感じがするもんな、このレーザーやから。割と難易度が低めのゲームなのかね、これは。あ、もうクリアですよ、これで。いや、これはね、結構難易度低いですね。これ敵か、この弾は。いや、でもこれ相当マニアックなゲームなんでしょうね。全然知らないし。日本でも発売されてたんかどうかわかんないですけど。まあ、リンクス自体はね、リンクスのゲーム系自体は日本でも発売されてるんですけど。これ、誘導かこれ。この弾。誘導弾っぽいね。壊せないし。これ、逃げ切ればいいのか。とりあえずね。あ、これあれか。誘導弾じゃなくて、こっちのあれですね。オプションみたいなやつかな。攻撃してくれてるもんね。敵じゃないんや。壊してくれてるもんね。体当たりして。いやー、これはね、そんな難しくないわ。なんか音楽はちょっと変ですけどね。なんかね、逆に簡単すぎて退屈なぐらいのライン度ですね。はい、クリア。下に文字が出てるけど、あれはステージの名前なのかな。お、虫、でっかい虫みたいなやつがいる。
体当たりしてくれる武器もあるからもうほぼ最強ちゃうのこれ。ああやられた、やられましたね。でもあと2機もあるしな。でも進めば進むほどステージ自体はだんだん長くなってますね。爆発が大げさですね、これね。でっかい虫やな。この飛行機の磁気よりもはるかにでかい磁気、虫ですから。蜂っぽいですね。キラービーって感じかな。なんか撃ってきた。おお。針撃ってくる敵がいる。蜂も一緒にいたな、今。おっと、狙ってきたね、今、針が。二方向から今。もう結構攻撃が多くなってきましたね。危ね、危なかったな。ちょっとずつ難しくはなってますね。あぶね。もう一番下の砲台倒したらいい話やな、これ。一番下にいる方がいいのかな。上にいるより下におる方がいいのかな。あ、これでクリアや。岩ですね。うわ、岩打ったら飛び散るから、それになったら多分やられんでしょうね。おお、弾打ってきた。結構速い弾打ってきようって。この弾怖いですね、この敵のね。こいつの弾怖いですね。早いもん、めっちゃ。あ、でもクリアや。短かったですね、ここは。レア。あ、また宇宙空間になった。あ、磁気が赤くなってる。何これ。これでクリア。あれ倒すだけやったんや。スタックス3機になった。残機が。あ、これ壁やね。
もうこれね、壁に当たったらやれると思いますからね。これ行き止まりとかもしかしたらあるのかもしれないですね。こんなに長引くとは思わなかったね。これでクリアっぽいな。まだか。あ、やっぱりね。はい。残機3機もありますよ。そんなに難しくないですね、この辺。まあ、本当リンクスはこのね、このラズパイレトロパイでしかプレイできないですからね。敵はいっぱいいるけどな。だんだん面自体も長くなってますね。なんか槍みたいなの打ってきてる。槍打ってくる敵がいる。Thank you.
バンモコリア。レイズ。あ、4期になった。これはなんか、結構長丁場になってきましたね。敵がちょっとね、もうだんだんね、敵の攻撃がだんだん多くなってきましたね。レーザーとかね。あ、もうこれで終わり？もうボスがいないんですもんね、このゲームはね。おお、いきなりや。いきなり攻撃してきた敵が。だんだん激しくなってますね、敵の攻撃も。おっと、危ない、危なかったね。危ない。おっと、危なかった今。だんだん難しくなってるな、確かですね。あ、もうクリアですね。まだ残機4機あるもんな。垂れてるのは当たったらいけないわけや。上にいた方がいいんちゃうの、じゃあ。ああ、でもこうなってんのか。まあまあ、雫にさえ気をつければ大丈夫ってことだね、ここはね。おお、やられた。あ、そうか。オプションがやられたってことか。パワーアップのあれ、オプションというか。あ、違うか。今、一気死んだのかな、今。一気死んだっぽいけども、なんか、その場で始まりましたね、またね。戻らなかったですね、基地に。ああ、あれ？あ、死んだんじゃないのか、あれ。死んだよ。一瞬自分が死んだのかと勘違いしますね。ああ、これはやられたね。今のはやられた。残機3機。あ、そうか。多分なんかあれやね。
当たっていい回数があって何回か当たったらやられるってことかな。一発でやられるわけじゃないってことかもしれないな。さすがに障害物は当たったら一発でやられると思うけど、いや結構なんかこのゲームえらい、おお、そうそう、これね、今ので一発食らったってことなのかなと思うんですよね。それなりに難易度高い面かもしれないですね、うん、結構ダメージ受けてるから。この上を、岩を破壊した時に飛び散る破片が結構怖いですね。レーザー撃たなくなったやん。そう、何回か当たったらこうやって、あ、やばい、今度やられましたね。はい、なんかパーツがだんだんこうね破壊されていってやれるって感じなんですね。吸い込まれるんやこれ。なるほどね、吸い込んできて当たったらやれるってことか。対空ミサイルで倒すって感じだね、あの時は。
対地ミサイルというか。おやばいおやばい、吸い込まれる。結構長いな、この面は。これ当たったらダメやんな。障害物ね。なんかなんとなくね、メガドライブ版のカースっていう横スクロールショーティングの一面みたいな感じがしますね。こういう植物っぽい感じの背景の面っていうのがね。なんかゲームオーバーになる気がしないな、優すぎて。結構長丁場ですね。こんなに続くと思わなかった。これもうシューティングが苦手な人でも大丈夫っていうタイプのゲームなのかな。あ、何これ、何この敵は。あ、これクリアか。また残機増えた。なんかステージは繰り返してる感じしますけど、敵が変わってますね。確かにこのゲームぐらいの難易度だったらシューティング苦手な人でもね、なんとかなるゲームですね、これね。おっとやばい。いや、僕からすればちょっと逆に物足りないぐらいの難易度なんですけどね。もうちょっと難しくてもいいかなぐらいのね。あまり難しすぎても困るんですけど、これよりもうちょっと難しいぐらいがいいかなっていう感じの難易度ですね、これね。ちょっと簡単すぎますよね、これはね、さすがに。子供とかは、まあ、あんまりね、シューティングが苦手な人とかね、にちょうどいいぐらいの難易度かなっていう気はしますね。おぉ、ああ、やられた。今、先端部分がなんかちょっと一部の部分が壊されましたね、どうやらね。もう何面ぐらいクリアしてんのよ。まあ確かにだんだん難しくなってるような気がしますけど。狙って撃ってるみたいに見えるね、これ。ああ、当たった。ああ、もうレーザー撃てなくなった。
地面に出てきた目玉やね。いやもうレーザーなくても対処できてるってのがすげえな。このミサイルの連射がすごいもんね。ミサイル結構強力ですね。ちょっと長いなこの目。まあ体当たりオプションがあるからだいぶ助かりますけどね。3分ぐらいで終わりなんですけど、録画時間がね。面長いな、ここ。30分ぐらいプレイしてんちゃうのこれ。結構長くプレイしてますよ。もうこれギリギリや。ギリギリでしたね。もう何も出てこなくなったな。うお、何やこいつ。うお、めっちゃ撃ってくる。ボスっぽいな、これ。ボスっぽい。初めてボスみたいなの出てきた。もしかしてラスボスか、こいつ。とか倒したっぽいね。レーザーなしで倒すとはね。このミサイルもすげえ強いな。まだでもあるんや。これ今までの面で一番長い面ちゃうかな。あ、クリアやね。ゾウと。もうちょっと録画時間が終わりに近いですよ、これ。はい、じゃあこれで終わりにさせていただきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。もしよかったら YouTube もしくはニコニコ動画のチャンネル登録をお願いいたします。これ壊せないよな。
もう30分以上やってますよね、このゲームね。40分ぐらいやってるかわからんな。こんな 長く続くと思わなかったね。クリアしてるんちゃうか、これ。もしかしたら。はい、実況させていただいております。白くまんです。はい、よろしくお願いします。はい、ラズパイレードロパイね。続きやっていきたいと思います。続きというか、まさか続きで撮ることになると思ってなかったですけどね。はい。やってみたいと思いますね。また、まあ、せっかくここまで進んだんで最後までちょっとやってみようかと思いますね。ゲームオーバーになるまでね。でクリアできたらクリアできたでそれでいいですしね。今ちょっとレーザー打てない状態になってますね。あれ一回テレビ画面の中に入ったのにレーザー回復しないんやね。つうか死ぬまで死なないと復活できないのかな。多分この残機が死なないとレーザー復活しないのかもしれませんね。面クリアしただけでは復活できないってことかもしれないですね。これまあ途中から見た方はね、ちょっとわからないと思うんで、これあの横スクロールシューティングでね、あのレーザーが基本装備のゲームなんですけど、先端のレーザーの部分が破壊されてしまってね、今、あの、対地ミサイルというか、しか撃てない状態になってまして、はい。これもだいぶ進んでるんですよね。もう40分ぐらい多分プレイしてると思いますけど。バーナーみたいになってる。でもこの対空というかこの対地ミサイルだけでも結構連打できるから、かなりね、強力なんですけどね。これだけでも結構今のところ対処できてるんで、強力は強力ですよね。ああ、やられた。これで1機やられましたね。はい、あと2機ですね。これでレーザー復活できると思います。はい。これ死んだら最初からになるんやね、このゲームね。なんかこれなんとなくビルみたいに見えますよね。ビルのようにも見えますね。このねレーザー基本装備なんですよね。すごい強力なんですよ最初からね。ああまたや。ああでも今でもレーザーの部分破壊されてないな。別のとこでしたね。どこ破壊されたんかちょっとわかんないけど、今のところが撃てなくなってるってことか。それが壊されたってことかな。誘導弾というかちょっと体当たり誘導弾みたいなのがあるんですけど、それが撃てなくなったってことかかもしれないですね。でも最初からでもあれってあのパワーアップで取ったやつやもんな、あれはな。だから一発目はどこも破損しないけども一応ダメージ受けたっていうことかもしれないですね。2発か3発ぐらいでやられるって感じですよね、このゲーム。多分ね、この時期はね。さすがに思いっきりまともに敵に耐えたりしたりするとやられると思うんですけど、弾とかだったら何発か食らってやられるって感じみたいですね。この槍みたいなのが飛んでくるのはこれレーザーみたいな。どっから飛んできてるのかがよくわかんないんですよね。常にね、レーザーこう、レーザーで撃ってきよるから敵は。あ、危ね。今ちょっと危なかった。ちょっとこの辺になるとさすがに難しくなってますね。だいぶもう後半のステージってことなんでしょうかね。難易度がだいぶ上がってますね。うん、これ一番上にいる方が一番いいのかね。そうでもないか。まだ上の方の方が安全な気がするね、下にいるよりは。
あー、しまった、レーダー撃てなくなった。やっぱり3発くらい食らったらやられるって感じですね。おっと、上持ってきますね、レーザー。これひょっとしたら最後の面なのかな。非常にシンプルなシューティングゲームですけどね。あ、またバーナー出てきた。まだ続くんや、面は。結構長いですね、この面。やられてしまったらまた最初からになりますから。で、この柱みたいなのが、上に行かそうとするんですね。下が安全地帯だと思ってたら。で、このバーナーもね、上に行かそうとするわけですよ。あれ、音楽が止まったで。うわ、やられた。うわ、マジか。また最初からやん、これ。この面ちょっとむずいな。うわ、また最初からや。この面ちょっとむずいっすね。最終面かもしんないな、これ。もしかしたらね。この壁壊せないもんね。長いな、この面。結構今の、結構後半まで行ってたような、行ってるような気がしたんですけどね。惜しいとこ出られたような気がするな。やばい。なるべくこれ、ノーダメージでだいぶ先まで進まなきゃいけないですね。柱があるからね、上の方のね、こうちょっとこう、危険地帯に、ちょっと、うわぁ、やられた。まともに今の壁にやられたね。これ最後の残機ですね。これ難しいわ、この面は。いや、これね、そんなに闇雲に難しい面ではないと思うんですけど、面が長すぎるんですよね。それが原因だと思いますね。この柱があるからね、危険地帯にね、突入しなきゃいけないんですよ、こういうとこ。ちょっと危ないところにね。危ね！危なかったな。最終面っぽいよな、なんかな。もう最終面じゃなかったんですよ。相当これね、後半のステージだと思うんですよ。この柱があるから逃げられなくなってんですね、うまいことね。なるべくね、柱とバーナーがね、ある時にね、うまく避けて、なるべくそれ以外は下にいた方がいいな、これ。
バーナーもこうすればよけられるから。柱が出てきたら、とりあえずね、うまく避けて、うまくっていうか、レーザー地帯に、入るけど、うまく避けて、いや、もう繰り返しでやるしかないって感じがしますけど、今のところまだね、ダメージ受けてないんだね。怖いな、これ、結構。結構レーザー撃ってきてますよね、この辺でもね。結構危ない地点に入ってる。下行きましょうね。もうこれね、背景通り越してレーザーが飛んできてるから怖いんですよね、これ。危ねっ。おわ、なんかに当たったな、今。まあ、レーザーまだ残ってるからいいけど、多分レーザーに当たったんやろね。いやー、もうこれ合計で50分ぐらい多分プレイしてんちゃうのかな。こんなに長くね、長くプレイすることになるとは思わなかった。全く初めてね、初見プレイですけど。また柱出てきた。これ出てきたときは、これ通り越してからにするか。あ、でもちょっと間に合わないな。今行かないと。うわー、やられたー。難しいわ。ゲームオーバーでしたね。コンティニューないっぽいね。あ、ないですね、コンティニューね。ザ・ゲイツ・オブ・ゼンドコンっていうのかな。89年なんや。はい、とりあえずね、最後までゲームオーバーになるまでプレイしてみましたけど、50分ぐらい多分やったと。